ニューヨーク・マンハッタンにある私立学校グレース・チャーチ・スクールは、キャンパスをより歓迎的で包括的な環境にするために、母、父、両親などの言葉を使わないよう生徒に呼びかけています。同校には幼稚園から高校まで付属しています。同校は12ページにわたる包括的な言葉ガイドを発表し、学生、スタッフ、保護者に対して、他の人と交流する際に、有害な仮定をしないことを推奨しています。例えば、母、父、両親よりも、大人、みんな、家族、保護者という方が良いと考えられている。なぜなら、前者は典型的な家族についての仮定を含んでいるからだと書かれています。家族の形式と構造は様々だと同ガイドは説明しています。本校では多様性を反映した包括的な言葉を使用する。子供が誰と一緒に住んでいるのか、誰が子供の世話をしているのか、毎晩同じ場所で寝ているのか、両親に会っているのか、などについて、思い込みをしないことが重要だ。また、伝統的な家族という表現は時代遅れだと付け加えました。私たちは積極的に典型的あるいは普通の家族構成の概念を取り除こうとしている。すべての家族はユニークだとしています。性別に関しては同ガイドは教師が生徒を男子と女子、淑女と紳士ではなく、中性的な人々、みんな、友達、読者、さらには数学者と呼ぶことを推奨しています。大人が子供に本を読むときには、文章から不要な性別を取り除くことが奨励されています。例えば、このページの少年または少女の代わりに、子、人、キャラクターなどを使います。同校はアメリカ聖公会アングリカンチャーチ系の学校ですが、スタッフと生徒に宗教に関する話題で他の人に関して思い込みをしないように求めています。近年アメリカでは左派の推奨で宗教的な意味合いのあるメリークリスマスの代わりにハッピーホリデーを使うようになってきました。しかし同ガイドによるとこのハッピーホリデーでさえ宗教的に十分中立ではないとみなされ楽しい休暇をHave a great break に置き換えた方が良いと書かれています。このガイドについて最初に取り上げたのはニューヨークタイムズ紙の元コラムニストバリー・ワイス氏でした。同氏は記事でアメリカのエリート校における教育の誤りについて報道し、メディアの注目と批判を浴びました。ニューヨーク州の下院議員に立候補している共和党員のリズ・ジョイ氏はツイッターに、私たちは男、女としてこの世界に来た。母、父、祖母、祖父、おば、おじがいるのはいいことだ。この学校は核家族をさらに破壊している。
と書きました。学校側は同ガイドを擁護し、実際にはどんな言葉も禁止しておらず、礼儀正しさ、尊厳、敬意を促進するためのものだと述べました。同校のジョージ・デイビソン校長は、校内の声明で、私たちは初めから学生たちに思慮深く言葉を使うように教えてきた。私たちの休暇がキリスト教の祝日ではなく、季節によって分けられているのはそのためだ。本校の生徒全員に両親がいるわけではない。だからそのような仮定をする言葉を使わないよう教師に奨励している。と述べました。